それでは前回の動画の続きということで、キャリアコンサルタント試験の、勉強の方法についてもう少し詳しく、お話ししていきます。まず一つは、勉強のサイクルについて、その次に、まとめ方で、最後にケアレスミスをなくすためにはどうしたらいいかっていうのをお話ししたいと思います。まず前回お話しした通り、勉強の方法は、4つのサイクルでやります。まず過去問を解くこと、そしてそのできなかったところを分析します。でそれをまとめて、で最後にもう1回やるという流れです。で過去問を解くときなんですけれども、まあ普通に、解いていって、できたできなかったってやると思うんですけども、できたとできなかった丸と×の基準を明確にする必要があります。まず丸のできたっていうのは、その答えが出たことをきちんとどうしてその答えになったかっていうのが説明できるというところですね。でその説明ができて、それに対して答えが合っていればそれ OK ということです。例えば、選択肢が5つとかあって、その中でその答えは合ってたけども、その合ってた答え以外の選択肢の意味がわからないっていう場合ありますよね。でもそれを答えを導くための説明ができれば、それは気にしなくて大丈夫です。他の選択肢がわからなくても OK で、×できなかったものっていうのは、単純に答えを間違えたっていうんではなくて、その答えを導くためのどうしてその答えになったかっていう説明ができないもの。例えばまぐれで丸だったとしても、どうして丸だったのかっていう説明ができなければ、それは×と考えてください。×になったところを丸にするためにどんな情報が必要かを考えます。でこの時に必要のないものは完全に無視します。でこの必要情報っていうのは、これは一番大事なことは人それぞれということです。もし自分の中に情報があれば、それはその情報を使えばいいし、ないところを調べるという形ですね。そうなので、人それぞれその答えを導くための情報は変わってきます。で3つ目は、その必要情報、答えを導くための必要情報が分かったら、それをこう紙にまとめて書いていきますね。これはマインドマップの要素をちょっと使っていきたいと思います。でもそんなに難しくなくて、落書きのように書くだけなんですけども、まあ、カラフルにすること、あとなんか強調したりすること。なぜそうするかっていうと、この書くっていう作業は、書きながら全て頭に入れるっていう作業なんですね。なのですごく集中してその、書いていって、もう書いたものをもう一生見なくても OK、後で見返さなくて OK、 もうその一回書いただけで全部覚えるっていう気持ちで取り組みます。これが一番大事なところですね。はい。で最後にそれが終わったら、それをもちろん見ないでもう一回解いていきます。これは、その1回分全部解いた方がいいですね。最初から最後までバーッと解いてみて、でもうやったから90点以上取れるはずなんですね。なので90点以上取れなかったらもう1回やり直しです。なのでここのまとめのところでもしっかり頭に入れるっていうことを意識して、でもう次やるときは90点以上取るという気持ちで取り組みます。でこの4つを繰り返していきますね。でこの繰り返しも90点取れればやんなくて OK なので、人それぞれ何回過去問を3回やなきゃいけないとか4回やなきゃいけないとかあると思うんですけども、その回数も人それぞれなので、その回数にとらわれないで、たくさんやる人はたくさんやなきゃいけないし、もう1回で合格する方もいると思います。そこにとらわれないこと。はい。でもう一つ、5つ目として、模擬テストとしてその過去問を使いたいんですね。なので過去問をちょっと解いてしまうと、もう答えがなんとなく分かってしまうので、まっさらな解かない回を3、4回ぐらいですかね、全くやらない回を作ります。でこの1から4までのサイクルを繰り返して、なんとなくもうできてきたかなと思った時に、本番だと思ってその何も手をつけてない回を
例えば時間を測って本番だと思ってやってみます。でそれの時に自分の実力を知ったりとか、実際の試験でどのくらい取れるかっていうのを感じていただければと思います。まとめ方なんですけれども、どうやって答えを導くかっていうところですよね。でその問題に対して何が必要かっていうのを調べるものとしては、まずはテキスト、なじみのテキストやなじみの本、普段使っているものですね、それを使ってください。でそこで分からなければインターネットから検索してその情報を調べてください。まあ、なんか厚生労働省のページですとかいろいろありますよね。そうで、そうして調べていけば必ず答えが出てくると思います。例えばこれは私の資料集なん、ダウンロードした資料集なんですけども、これはジルの資料シリーズですね。ジルピーの方はこれは結構読みやすいので、私はテキストの次にこれを見ていました。でテキストでちょっと載ってないものはここから調べていって、この目次のところを見て、それを調べていって、そのページを見たりしていました。でこうやって少しチェックしたりして、でチェックしたところを紙に書いたりっていうやり方ですね。あとは、このしっかりマスターシリーズとか、こういうパンフレットのようなものですね、パンフレットのようなものはすごく一般の人に分かりやすく書いてあるので、こういうのを結構参考にしていました。でこうやって自分で何がいいかっていうのを調べるのが大事だと思うので、少し自分で調べてみるということを意識してみてください。でまとめ方、マインドマップを使ったまとめ方なんですけれども、まずはカラフルに書くっていうことですね。そして太さや、強調するところを意識して書く。でいろんな色を使って、絵とか使って楽しくぜひ書いてみてください。で、書き方は中央に、それに関係する絵を描きます。例えば、人に見せるものではないので、私も自分のために描いてるのですごく汚いし、見てもらっても何の参、なんか内容は参考にならないです。私にとってこれが必要だと思った状況ことを書いてるので、これと同じように書けばいいっていうものではないので、まあ、参考程度に見てください。例えば社員だとこんな感じで書いています。で社員はこうアンカーが目印なので、ちょっとヨットみたいな感じを書くと、社員ってヨットだな、ヨットアンカーだなっていうのがつながってきますよね。でマインドマップの書き方としては、線を書いてからその上に線に沿って文字を書きます。で例えばここキャリアアンカー8、自己概念セルフイメージっていうのが少し太く書いてあると思うんですけども、これは私がなかなか覚えられなかったもので、結構8っていう数字が大事だったりするので8っていうのを書きました。と自己概念セルフイメージで、こう薄いところはそんなに自分が覚えてたりして、まあまあ大丈夫かなっていうところですね。そうでこのアンカーっていうのはちょっと意味が私はピンとこなかったので、少しここに意味を書いています。でキャリアコーン、キャリアサバイバルってこんな感じで書いて、大して内容書いてないんですけども、私の場合はこのぐらいの情報で問題解けるなっていう感覚で書いています。でこっちのキャリアサイクルの発達理論はすごい大事なんですけども、発達理論はまた別のところで書いてるので、まあ、ここではこのちょっと Q っていうところだけ、ちょっと Q が大事だったので丸々としてあります。そう、あとはもし余裕があればですけども、何回の試験で出たのかっていう、何の問題で出たのかってここに書いておきます。で後で復習するときに、その1回全部やるだけじゃなくて、今度は社員だけ出たところだけやるとか、そういうふうにやるためにちょっとメモっておきます。はい、こんな感じですね。例えばレビンソンのページはこんな感じですね。四季があるので、こう桜、ちょっとビーチの感じで、紅葉、雪みたいな、ちょっと
四季を表すものを真ん中に書いていきます。いきました。で、ユングの流れは四季がポイントになるので、そう。で、ここに安定期、過渡期、交互に現れる。ここが私がなかなか、覚えられなかったところとか、よく出たところなので、ここは少し濃く書いてあります。はい。で、ここも、この、例えば、発達理論って何歳とか成人なのか青年なのかそういうのが分かりにくいところですよね。でここを詳しく自分で苦手だったのでここを詳しく書いています、はい、あとはちょっとさっきも触れたんですけども選択肢で、答えになる一つの選択肢分かるけど他の選択肢はちょっと分からないけど分からなくてもまあ解けたなっていうのは気にしなくていいです。そこはちょっと無視して、もしそれが別のところでできたら書くんですけども、無視して大丈夫っていうところは無視します。例えば、中身まで知らなくても、誰が何をしたっていうところだけ分かれば解けるものってありますよね。その、例えば、こんな感じで、真っ暗の草子つれづれ草みたいな感じで、ロジャース、ライダー社中心方向、これ、この、言葉だけ覚えていけば答えが導き出せるっていうのは結構多いんですね。なのでもうこれは自動的にこういう感じで書いてしまって、まあ、これ一色で書いてますけどカラフルにしてもさらに見やすいと思います。こんな感じですね。あとは言葉も言葉だけ知ってれば OK っていうのがありますよね。ちょっと分かりにくい言葉を並べてみたりですとか、コンサルテーションなのかコラボレーションなのか、この辺も私がちょっとこう混乱するとこだったのでちょっと書いておきます。はい。はい。それで私が1回目と2回目ちょっと失敗した原因でもあるんですけども最初の頃は、マインドマップのソフトがあるんですね。ちょっとお見せするとこんな感じのソフトになるんですけども、はい、これが、1回目2回目の時に書いていたマインドマップですね。これ綺麗にこうまとめられるんですけども全然頭に入らなかったですね。そう、こうやって見てみると綺麗でなんとなくまとまってる感じはするんですけども、やっぱりこう自分でこう書く感覚がすごく頭に入ったりとか、いろんなペンを使うことにペンの筆圧も全部違いますよね。でどこのところをこう濃く書いたりですとか、ここのところはピンクにしたな、試験やってる時あそこピンクでその先に、サテライトオフィスがあって その後離れたオフィスピンクで書いてあったな、その上に双方って書いてあったなとか、そういうのを色や形で思い出せるんですね。あとは自分で書いた感覚とかも覚えているのでそういうので思い出せるので、そういう、ことってすごい重要でしたね。そうで、iPad だとじゃ手書きで書けるんじゃないかって思うと思うんですけども、その手書きで書くのもやっぱり筆圧って iPad だとスラスラ書けるのは全然違うんですね。なのですごく頭に入ってくる感覚が全く違って、やっぱり手書きで書くことの大切さを知りました。で例えば、ハローワークのところはこんな感じになってるんですけども、この数字のところがやっぱり覚えにくいですよね。なのでこれは後から自分が苦手なところ1のところを少し濃く書いたりですか、3のところを濃く書いたり、こう40万とかそういうところを大きく書いたりしています。そうすると、試験の時にその大きく書いた文字が記憶に残ってるんですね。結構トライアル助成金上の方に3と4があって3ヶ月4万円だったな、そういうのが思い出せます。で色も赤だったなと思って、赤だとこの辺になんかいろいろ書いた、でこの下になんか 5万円っていうのもあったな、でこっちの方に青があって、青のところは、動画はないんだなとか、そういうのをこう思い出しやすくなります。
で、それでも結構記憶に定着するので、私も今でも結構覚えてます。半年以上経ってるんですけども、そのくらいの感覚になるので、手書きでカラフルにしっかり強調して書くっていうのがすごく 大切です。で、もしマインドマップについてもっとちゃんとやりたいなと思ったら、あと過去の動画見ていただいてもいいんですけども、こうやって線を引いてつなげていくっていうのがマインドマップになるんですけども、これにこだわらずにこうやって、マインドマップにこだわってないページもあるんですね。私もこんな感じですね。労働者派遣法のページなんですけども、これは請負と派遣先の事業主とのこの、違いが結構混乱しやすいところなので、こうやって絵を描いて自分なりに頭に入るような絵、私はこういう絵を描いた、皆さんは違う絵になるかもしれないです。で、こんな風に描いたりとかして覚えたりします。で、この真ん中の絵なんですけど、真ん中の絵はできるだけカラフルに3色以上にした方がいいというのがマインドマップなんですけども、それはすごく重要というかいい影響があって、例えばこのフロイトのページなんかは、フロイトは医者だったので、ちょっと医者の感じの絵を描いていくと、あ、フロイトは医者だったな、聴診器があったから医者だったなと思い出しますよね。そして精神関係の医者だったなっていうのが出てきますので、こんな感じでちょっと印象付けるような絵を描いていただくといいです。例えばこの労働力のことについて描いたページなんですけれども、この労働力っていうのはこう労働者の感じで、特に意味はないんですけども、ヘルメットを描いてみました。で、ここら辺時々太くなってるんですけども、ここが私がちょっと苦手だったり、よく試験に出たところですね。労働力人口はこの3つだとか、あと 2.2% ところを太くしたりとか、公共のみっていうところ、これは最初はこう赤のところはなかったんですけど、多分2回目で同じ間違いをしたとか別のところで間違いがあったので、追加でここでグーって書いて、ここ絶対覚えてっていう感じで書いたと思います。で、ここの間違えてるところは多分昔のちょっと前の回の答えは 2.8 だったと思うんですけど、最近は 2.4 になったところをこう書き直さなきゃという感じで書き直しました。はい。で、例えばここは 58% って書いたんですけども、6割に達してないっていうのは後で書き足したりしてますね。そう、あんまりね、こう見てみても綺麗じゃないと思うんですけども、これ自分が分かればいいので、自分なりのものを完成させてください。で、こういうふうに書いておくと、労働力、この真ん中の絵が結構インパクトがありますね。私にとってインパクトがあるんですけども、あ、真ん中にヘルメット、黄色いヘルメットの絵があって、そこに青いのがこっちの方にあって、ここになんか公共のみって書いてあったなっていうのが、この真ん中の絵からこう思い出せるんですね。すごくこの辺に労働力人口って書いて3つあったなとか、あとこのピンクのところ、ここに 2.2% って書いてあったなとか、あとこれ 58% って書いてあったけど6割に達してないっていうところ、私よく間違えてたなっていうのが思い出せます。こんな感じですね。で、最後に私もよく失敗、私の場合はすごくそれが強いんですけども、ケアレスミスをなくすための方法ですね。皆さん自分の方法があると思うんですが、私はどういうふうにやってたかっていうのを紹介すると、例えばこの過去問で、ここは不適切なものって書いてありますよね。で、他にはここは適切なものだから丸って書きます。3種類あるんですけども、ここは最も不適切なものって書いてあります。なので最ものところを波線を引いて、不適切なものっていうところをバッテンにしています。で、これの違いなんですけども、適切なものは、合ってるものが4つの中で1つっていう意味ですね。不
適切なものも合ってるものが4つのうちで1つで、最も不適切なものっていうのが4つの中でもしかしてランキングがあるかもしれないです。一番不適切、次に不適切、3番目に不適切、4番目に不適切、こういう順番があるかもしれないので、その中で一番を探すっていう意味ですね。なのでそこら辺を考えておくと解きやすいです。最もなんとかなもの、最も適切なもの、あれなんかこれも合ってるかな、これも合ってるかなって思うと思うんですけど、それで あのそういうことで大丈夫です。その中で一番1位のものを探すという意味ですね。そうなのでこれを間違えないように丸×をつけるのと最もなのかっていうところをしっかり丸×って書いて おきました。私の場合はこんな感じですね。あとはい、で以上となります。で学科の試験について、この動画で疑問に思ったことですとか何かあれば遠慮なくコメントをしてください。で場合によっては追加の動画も撮ってもいいかなと思っていますので、ぜひいろんな意見をお聞かせください。では皆さん試験頑張ってください。ありがとうございました。